ショパンピアノ協奏曲第1番ホタンチョ作品11。この作品には故郷ワルシャワへの告別と悲傷が込められているという。管弦楽のみで始まる重厚で力強い定時部、そして甘く悲しい第一主題から補聴調カンタービレの第二主題、ピアノが登場するまでのこの長く壮大なオーケストラの定時部を聴くと、故郷を絶とうとするショパンがこの曲に込めた気概を感じる。独創的な演奏、いきなりリハの時と全く違うテンポにするなんて。これじゃ全く違う曲だ。でもすごくいい。何今の、あんたならどうにかできんでしょ的な態度。あの小娘、うちの巨匠を捕まえて本当どうすんのよ、この異色のショパン。やっぱりここに来てものだめはのだめだ。飛んだり跳ねたり、それでも前みたいにはちゃめちゃじゃない。ちゃんと破綻しないよう分かってやってる。そして一音一音の美しさ、こいつの音楽の強さがあっという間に人を引き込んでいく。第二楽章、美しい月明かりの夜、楽しい無数の追憶。あの子はあなたの天使なんだから。母さんはああ言ってたけど、本当はあいつをこの舞台に連れてくるために神様が俺を日本に押しとどめていたんじゃないか。天使は俺か。第三楽章、ポーランドの民族舞踊を元にした高貴で華やかなロンド。繰り返される主題は様々な装飾を施され、次第に技術的な難所へと向かってゆく。さすが巨匠、あの波乱の第一楽章からずっと顔色一つ変えず彼女に寄り添い我々を導いていく。しかしそれにしてもすごい。技術的なことだけじゃなくて、彼女のこの音楽を共にしっかり作り上げたい。